ミスターシモです。本日はこの BBM 女子プロレスカード2017トゥルーハートのワンボックス開封動画にチャレンジしたいと思います。皆さんこのシリーズは買ったことあるか分かりませんが、今回の2017版はワンボックスにですね、パックがですね、確か20パックかな、20パック入ってます。で、1パックが7枚入りなんですけど、このワンボックス20パックにですね、直筆サインカードがもうすでに1箱開けてるんですけど、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚と。で、あとですね、チェキカードっていうのが1枚入ってました。このようにですね、ワンボックスの中にすごくこうレア度の高いであろうと思われるカードが、まあスペシャルインサートカードっていう扱いなんですけど、とにかくいっぱい入ってるということで、こう、開封動画もですね、取り替えがあるんじゃないかということで、ワンボックス開封やってみたいと思います。実は私あんまり女子プロレスはですね、スターダムぐらいしかあんま見てなくてですね、そんなに詳しくないんですが、まあ、あえて、お目当てを言うならば、やっぱりこの、まあ、タレントとしても知られている赤井咲さんの直筆なんですけど、今回、それがないと、ラインナップされてないというところで、まあ、綺麗どころって言ったらあれですけど、べっぴんさんのですね、まあ、私の好きなこの雪日まやさんの直筆サインカード、あるいはですね、今、人気急上昇中の木村花さんのサインカードあたりが出ればいいなぁなんて、はい、思ってます。では、開封動画、一緒にお付き合いください。よろしくお願いします。というわけで、開封していきますが、何せ20パックで7枚入ってるもんですから、こう一個一個いじり倒すとですね、とても時間が足りないので、かなり巻きでいきます。まあ主にですね、直筆サインカードやチェキカードが出たらそこをいじっていくという形になると思いますが、よろしくお願いします。まあ、あらかじめですね、このようにですね、もう袋の上は切ってるんですけど、中身は見てません。これから皆さんと一緒に見ていきます。では、1パック目。ドン。お、いじきなりいじりたいとこが出てきた。でも、いじりませんよ。サインが出たらね、いじりたいですけど、お、いじりたいなぁ。いじりたい。対戦動画作ってるんで見てください。もちろんね、アジャコングともいつかやりたい。お出ました、いきなり。カサンドラ宮城選手の直筆サインカード。正直あんまり、ごめんなさい。知らないな。有名なんでしょうけどね。置けないな、とりあえず。いや、一旦置いちゃいますよ。そして、6枚目がこれ。お、星ハムコ、知ってます。この人の試合は生で見たことありますね。女子プロレスとの、まあ、思い出というか、まあ、女子プロレス観戦って本当にあんまりですね、見てなくて、スターダムは3回ほど観戦に行ったことあるんですけど、いいですね、ハイビスカスミー。他はですね、カナ選手、今アスカ選手として WWE で活躍してますけど、カナ選手がやってたカナプロマニアっていうのを何回か見たことありますね。ただあれは女子プロってわけじゃなくて、男子もね、いっぱい出てたんで、もう一概に女子プロとくくれないんですけど、あれは面白かったですね、いろいろ。あ、カナプロマニアの話してたら、コナミ選手。コナミ選手はね、デビューから見てるんですよ。カナプロマニアで、出てた。デビューから知ってるんでね、この選手はね、結構お気に入りですね。今、スターダムでも頑張ってますね。お、三代目、三崎グリコ。三代目、ジェイソウルみたいな。でも結構今のほらね、女子プロレス界って、べっぴんさんが多いですね。とか言ってたらなんかとんでもないバケモンみたいなのが出てきたけど。これ何さんって言うんだろうね。ちょっと待ってくださいね。なんでしょうね。この、ちょっと、キャラクターがすごいですね。この人のプロレスちょっと見てみたいですね。どんな試合するのか。いいのが出たんじゃないかな。なんか濃いカードがいっぱい出ましたね。で、ごめんなさい。これもいじりますけど、中島有紗選手はね、この人すごいなと思って、
なんだろう、立ってるだけでその何がいいんですかね、骨格がいいのか姿勢がいいのか分かんないんですけど、なんかねオーラみたいの感じるんですよね。なんかチャンピオンのオーラみたいの持った選手ですね。中島有紗選手は好きなんでサイン出ないかななんて思ってます。そんなこんなでもう4パック目ですね。やっぱ早いですね、あんまいじんないとね。はい、どんどんいき、お知ってますよ、下田美馬。あ、引退しちゃいましたね、木村京子、木村花のお母さんでいいんでしたっけ。いいんですよね。はい、うーん、知らない選手ばっかりだな。はい、こんな感じですね。カードのクオリティというか、まあ、出来はまあそれなりに、おほほほほ、出ましたね、豊田真奈美、ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスの人ね。カードの出来はツヤツヤしてて割といいんですが、直筆サインカードは逆にですね、光沢がないっていうか、なんかこう、なんつうんですかね、ツルツルの反対ですね。なんて言うんでしょう。あんまりこう摩擦がない感じのデザインになってて、それはそれで高級感があるんですね。ただ、お、才木玲佳選手、いいですね。筋肉。ただね、さっきのやつ引っ張り出しますけど、デザインは割と、普通のレギュラーカードっていうんですかね、レギュラーカードの写真を使い回しているので、割とね、なんか愛情みたいなのあんま感じないですね。裏面は、裏面も一応見せておきましょうか。裏面はですね、まあ、こんな感じで、サインカードである証明書になってます。この僕が指で隠してるとこは、シリアルナンバーが入ってますね。95分のいくつなんて感じで入ってます。はい。今んとこ2枚しか出てません。お、出ましたね。アンダーテイカーみたいな。アイガー。知らないなぁ。コマンドボリション。いやー、この人は知ってます。さすがにね。うん。こんな感じでどんどんいきますよ。バンビ。どんどんいきます。お、おー